秋篠宮家の次女佳子さまは今日午前東京ドームを訪れ、東京国際キルトフェスティバルの開会式に出席されました。キルト展にはこれまでほぼ毎年母の紀子さまが参加されていましたが、佳子さま単身でのご出席は今回が初めてです。海外を含む1100以上の応募から選ばれた大賞作品は幕末などの古い布も使われていて、幼い頃から手芸に親しんできた佳子さまは、どのようにして生地を集められましたかなどと質問を重ね、素晴らしいですねと感心されていたということです。